日本が次期戦闘機開発に着手してから、X-2 シンシンのテスト飛行終了後についての話が、二転三転しています。結局、次期戦闘機を純国産で開発するため、現在は、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加するという形で落ち着いたようですね。今回は、そんな3カ国共同開発で、日本国産の XF9 エンジンが使用されるのか、見ていきたいと思います。F-35 戦闘機の開発期間を考慮すると、X-2 シンシンを量産化して、航空自衛隊に導入した方が手っ取り早いのではないかと考えるのは私だけでしょうか。ネット上に XF9 エンジンに関する様々な意見が出ているので、その一部を紹介してみますね。XF9 エンジンは残念ながら使われないと思う。日本がイギリスと組んだ時点で、向こうのロールス・ロイス社製に決定でしょう。IHI 石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるなら、テンペストは、ドックの昔に FCAS に統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載しているんじゃないかな。当然のこと、すでに予算がついているが書いてるけど、国会を通ったんだから、言うまでもなく予算はつくよね。そもそも、F3 戦闘機のエンジンは、ロールス・ロイス社が主管になっている。ということは、日本は、圧縮機とかコア以外のエンジン部分の開発や生産に回されるんじゃないかと思う。あまり重要じゃない部分だね。日本国内向け以外の F3 戦闘機には、ロールス・ロイス社のエンジンが乗せられるのは間違いないだろう。日本向けの F3 には、IHI の X9 エンジンをオプションとして乗せるかもしれない。日本が、国産エンジンでないとダメと主張したら、日本用だけなら乗せることが可能だと思う。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなる。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、IHI は、蚊帳の外になっちゃうんじゃないか。ここは耐えるしかないのかも。ユーロファイタータイフーンの動力源として搭載される軍用ターボファンエンジン EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。日本が勝った。と思って喜んでいるなら、お気楽すぎだよ。ここで、日本の石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。低中圧のタービンブレードなら作れると言ったので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗。その尻拭いを日本メーカーがするのは当然でしょう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンを手放さなかった。高圧タービンは、低中圧タービンと比べても、かなり難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こしてないよね。あっちの技術力を侮っちゃいけないよ。発表してないから、具体的温度は不明だけど、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より、出力3割も増加したよ。当然、ハイスピードな技術の進歩が、そのバックにはあるんでしょう。日本製エンジンは使われないだろう。エンジンは実績が重要。確かに、昔よりコンピュータが進化して、正確なシミュレーションができるようになったけど、実際に使ってみないと不具合はわからない。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けすぎる。予算がついたからといって国産になるとは限らないのでは？今までのように、日本は大金を出して完成品を買わせられることになると思う。もし国産にするなら、入札か随意契約だろうし、結果が公示されるから確実にわかるはず。次期戦闘機エンジンの製造と機体設計には、とっくに予算がついているから、日本製エンジンが当然使われるだろう。軍事に限っては、ニュースでも利権が絡んだリークや観測気球のような記事がいっぱい出ている。ヨーロッパのサッカー選手の移籍や監督の話は代理人が有利な契約ができるような情報を流すけど、軍事は動くお金も大きすぎるせいか、そういう関係のニュースの精度は全くひどい。嘘に惑わされないでもらいたいものだ。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは設計まで石川島播磨重工 IHI と契約締結されている。
予算内訳は、2021年度は、次期、戦闘機用エンジンシステム、その1、で、契約相手は、IHI、契約金額158億円。2022年度は、同じく、その2のエンジンシステムで、契約相手はまた、IHI で、契約金額164億円になっている。これは、次期戦闘機エンジン設計予算から出ているからちゃんと理解できるし、IHI が設計したエンジンを次は製造する工程に入るわけ。順番通りだよね。日本は、IHI が設計まで契約済みで、今年度は製造にかかるわけだ。IHI 以外のどの企業が、IHI が設計したエンジンを製造するというのでしょうか？他の企業が製造するというのは、無理がない。2027年に、イギリスが EJ200 の実証機を飛ばせれば問題ないよね。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は、試験段階の XF91 でも、摂氏1800°C 以上を叩き出した。EJ200 の方は摂氏1550°C くらいなのに、どうやったら間に合うと思えるんだろう。謎だ。結局、イギリスもイタリアも、自国の企業にお金を落としたいだろうから、当然、ロールス・ロイス社は、自前のエンジンをつけたいと考えているでしょう。そうなったら、日本のエンジンのライセンス生産にするということもありかな。もしくは、タービンブレードとか一部のネック部分を日本に作ってもらうという二択かな。EJ200 のタービン入り口温度は、今は一体何度？ロールス・ロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故や破損事故とか起きているけど、知らされてないのか？その解決策として、IHI にタービンブレードを作ってもらったはずだけど、あまり知られていないのか。内緒にしている。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度は 1800°C となっているけど、ウィキペディアに書いてある EJ200 のタービン入り口温度は 1800キロ というのは1000倍ということなのか。製造しようという日本の提案は棚ざらしかな。 XF9 系以外のエンジンに一体何があるのでしょうか。イギリスには EJ200 しか選択肢はないのにね。タービン入り口温度はジェットエンジンの推力を増やすためにはボトルネックらしい。そこが何度まで耐えられるのかが重要なのにで、質問しているんだけど。イギリスで2027年に飛ばすと言っている実証機は EJ200 戦闘機だから、日本は舐められているんじゃないかと感じてしまう。要するに、ロールス・ロイス社が、自前の力で問題が解決できなかったから、IHI が解決してあげたっていう話では？でもごまかしてない。なんだか、随分一生懸命になってるけど、何の印象操作をしようとしているんだろう。ロールス・ロイスは、高圧タービンは手放していないと言い張ったけど、中低圧で不具合を出した。だけど、自分たちで解決できなかったという黒歴史があるよね。1550°C 程度ならロールス・ロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術を持っている国じゃないと作るのは無理でしょう。わかってないな。全くと言って良いほど情報が出てこないけど、一応、XG240 はテストを続けているらしい。高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを、こっそり日本から教えてもらったのかしらん。こういった意見がネット上で飛び交っています。いずれにしても、政府は次期戦闘機開発を着々と進めています。日本政府が第三国への輸出容認を決定したことについて、中国外務省の林健報道官は、3月26日の記者会見で、深刻な懸念を表明すると述べたそうです。これをもって、中国への抑止力になっていることに間違いないと判断する向きも多いようです。XF9 エンジンは、その先進的な技術にもかかわらず、国際プロジェクトでは採用されない可能性があります。これは、国際共同開発の複雑さと、異なる国々の防衛技術におけるニーズの違いによるものです。一方で、日本国内での使用や、特定の条件下での選択肢としては残されている可能性があります。今後の展望として、日本は自国の技術力を活かしつつも、国際協力を深めていく必要があるでしょう。
次世代戦闘機の開発は、単なる防衛技術の向上に止まらず、国際的な技術標準の確立や、軍事バランスにおける新たな地平を切り開くことに寄与する重要なプロジェクトです。